ディズニーランドが並ぶ売り場の左端。2004年撮影ディズニーランドは、講段社が発行していた未就学児童移行を対象としたディズニーキャラクターを主体とした日本の幼児雑誌。ここでは2007年8月に発刊された実質的な復活版雑誌、ファーストブックディズニーも期する。1964年の創刊以来、43年3ヶ月にわたって、 通算516号を発行し、多くの幼児、親子2代の読者に親しまれてきた。講談社発行の幼児、児童、少女、少年向け雑誌では、仲良し、楽しい幼稚園、週刊少年マガジンに次いで歴史が長く、老舗の幼児雑誌でもあった。創刊当初は2から4歳までを対象とし、テレビマガジン、楽しい幼稚園、仲良しと同様、 ディズニー以外のアニメや特撮ヒーローなども掲載されていた。仮面ライダーも本誌で扱っていたため、第二次怪獣ブームの影響を受けていた。1972年に対象年齢が同じお友達の相関に加え、1983年の東京ディズニーランド開園以降はディズニー関連情報の比率が増し、やがてディズニー専門の用事向け雑誌となり、 二から六歳までを対象にするように変更された。幼児雑誌であるが、幼児のみではなく、保護者と合わせて、親子二代での読者も多かった。また、東京ディズニーリゾートや、ディズニーストアの情報も掲載されていたため、大人の読者も少なからずいた。毎年ミニーマウスの衣装コンテストが行われており、最優秀作品となった衣装を着たミニーマウスのぬいぐるみが、ディズニーストアで、 限定発売された。時代が進むにつれ、インターネットの普及などで、ディズニー関連情報を得られるは、機械が他に増加したこともあり、発行部数は徐々に減少。また、2005年頃からは、雑誌自体の内容のマンネリ化が目立ち始めた。そのため、テコ入れを施し、2006年1月号から、タイトルロゴ、 表紙よりニューアル。さらに2007年1月号からは、表紙のデザインをミッキーマウスとミニーマウスにし、新しい連載コーナーを設けた。しかし、テコ入れを施すも、やはり時代の波には勝てず、2007年3月号で、休館になった。なお、休館発表は突然で、3月号の最後部に、掲載された。その後、休館と知った読者らから休館を惜しむ声や、 雑誌復活の声が相次いだことから2007年8月に実質的な復活版雑誌ファーストブックディズニーを発刊した内容はほぼ晩年と同じ内容で付録がついているディズニー関連の情報は雑誌ディズニーファンなどにも掲載されており今後はその雑誌類が情報源となる幼児向けの情報は実質的な復活版雑誌 ファーストブックディズニーも3から4ヶ月ごとの不定期であるが発売しており、また月刊誌では楽しい幼稚園、お友達が引き続き掲載している。だが、現在はディズニー作品の幼児誌、学年誌への掲載権は、講談社の独占ではなくなっており、ライバル会社の小学館も掲載権を取得し、同社が発行する幼稚園、芽生え、ベビーブック、 小学1年生、小学6年生、プッチ組などの幼児誌、学習雑誌にも掲載されている。幼児誌だけでも、実売部数で講段者のものを大きく、上回っているため、ディズニー関連の情報源の拡大につながっている。2005年の別冊フローク誌、幼児の保護者向けの商品情報や、東京ディズニーリゾート情報が掲載されていた。 2005年3月号より渡せ製造による絵物語シーサイドストーリーがウィズミニーに連載された。1回5ページの絵物語で1話完結。毎回違うカップルが登場し、東京ディズニーシーの1場面が登場する。一度だけ改装シーンで東京ディズニーランドのシンデレラ城も登場した。2006年10月7日に講段社より、 シーサイドストーリー7つの港11の恋として発売された。連載版とは左右の開きが逆になっている。ありがとうございます。